はい、では、えー、担当を変えまして、えー、大門にですね、えー、電磁器の解説動画をお送りしたいと思います。で、えー、まず A 問題コンデンサーと抵抗の回路について解説していくんですが、あのーまあ、共通テストを受けた方現行さんの方は今回この電磁器で、えーまあ、問われた内容っていうのはまあ吸通試験ですね。 大学ごとの個別試験でもあの問われておかしくない内容でしたのでぜひ、まあ、その見直しという意味で、えー、これ解説動画ぜひ視聴してください一方これから高三になる人で、えー、コンデンサー、まあ、習ったことがあるという人もぜひこの解説動画あ見ていってくださいあのこの問題を通してですねコンデンサーとは、まあ、このように考えていくべきだ ていうその考え方のいい例になると思いますので、えー、今後の学習の指針として、ぜひ見てほしいなと思います。で、これから講座になる人で、コンデンサーまだ習ったことがないっていう人は、多分訳が分からないと思います。もう知らないことだらけになると思いますので、えー、この第,第2問の解説動画はもう飛ばしてもらって、えー、第3問の波動、 とか第4問です、ねえー、力学の解説動画の方に、えー、進んでもらったらいいかなと思います。はい、よいしょ、か。あでは、今から解説していきたいと思います。はい、問題設定を見ていきたいと思います。えー、今回、コンデンサー1つ、そして抵抗が4つで、えー、電池電源が1つの回路だったわけですね。 で、まあ、抵抗4つのうち3つは抵抗値がオーム決まっていて1つだけ、まあ、自由にそのオームを変えれるものがあったと書いていますあとコンデンサーの容量も書いていて電池のボルト数も分かっています今回数字計算ですねあと注意してほしいポイントとして最初スイッチは開いていてコンデンサーは充電されていなかった というふうに書いてます。まあ最初、ここのコンデンサーですね。えー、まあ上の板も下の板も、えー、プラスの陽子とマイナスの電子が通量入っているまあ中性的な状態、プラマイゼロクーロンであったという意味ですね。これがまあ今後のですね問題解くときのちょっとポイント、キーとなりますから、えー、注意して確認しておきましょう。はい。で、あとで1問ずつ もちろん、えー、回答を見ていくんですけどもあの今回の問題ですねポイントとしまして例えばこの問1番に関して言うとスイッチを閉じた瞬間はと聞いていてます一方問2番の方はスイッチを閉じて十分時間が経過するとっていうふうに聞いてるわけですねでまあその時その時で どのように電気がまあ流れたり、えー、溜まったりしているのかっていうのを聞いてるわけですすなわち今回このコンデンサーと抵抗がつながった回路においてまあ初めと終わりであの状況が変わるというわけですねでどのように状況が変わっているのかをまあ知っとかないとこの問題は対応できないという感じです、はい、ですからまあこの問題 全体を見る前にですね、一度、ののコンデンサーと抵抗の回路というものが状況にってどういう変化をするのか、その一般的な話をですね先に確認したいと思います。はい、抵抗とコンデンサーがつながっている回路をまあ一般的に RC 回路と呼びますま。さらに電源がつながっていたらえ充電回路。 まあ電源がなかった場合は放電回路となってきます。例えばまあ一番オーソドックスな例として、抵抗コンデンサー電源1個ずつで、最初コンデンサーまあ電気プラマイ溜まってないプラマイゼロ空論として、その状態でスイッチオンつなぐ。そしたらまあつないでる電源が電気を流そうとします。はい電源これ。 この防線長い方が正極、小さい方が負極で、まあ10ボルトか20ボルトか、ボルト数を持っていると。で、負極の方から、まあこう吸い込んで、で、正極の方に吐き出すみたいなポンプ的な流れを作り出すポンプの役割をこの電源はすると。まあこの矢印は電流の向き。 まあ別名、ね、プラスの流れの向きですねができるとでその時最初このコンデンサーはあのー、何の邪魔もしません、えー、まあコンデンサーってプラマイたまり出すとねあの電池と同じような整数、あのー、持ち出してボルトを生み出してくるんですが最初プラマイゼロクールの時はあの0、ー、ボルトの状態でまあもう何もん 邪魔もしないし助けもしないもう何もしないもうただの導線と変わらないでまあこの時電源のボルトが全部抵抗のボルトに与えられてで電気流れるという感じですただこれ時間が経ったら状況変わってきますえどうなっていくかというとまあこの電流の向きがプラ,プラスの流れを表して,て上の板が 徐々にこれプラスが溜まりだしてきます。はい、こんな感じですね、えー。上の板、どん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 プラスが入ってきて、プラス増えてくる。で下の板はどんどん、えー、最初、プラスとマイナスが同じ量あった状態、プラマイゼロからプラスが吸い出されていくので、こっちはどんどん、まあ、マイナスが多い状態になっていくと。<laughs> まあ、こういう偏りれでできるんですね。 そうしたら、コンデンサーはそういうふうにプラマイが1クーロン、2クーロンと増えてくると、まあ、電子と同じような整数持ち出して、ここが、まあ、プラス側に流したいみたいな、だから、この電源とは逆向きに逆流させたいみたいな力が強まってくると。で、それが、まあ、最初はこっちしか電池なかったけど、まあ、後からその逆向きのボルトが1ボルト、2ボルト、3ボルトとえ成長していくんですかね。 コンデンサーのボルト、だんだん成長してくると。<coughs> で、まあ、その2つのボルトが、まあ、邪魔し合う、お互い流したい方向逆なので、だんだん抵抗に与えられるボルト数が弱まってきて、流れが悪くなってきて、まあしばらくしたら、まあ、流れが止まってしまうということが起こるんですね。はい、えー、これが最終段階となってきます。 まあだんだんコンデンサー充電されればされるほど新たに流れ込んでくるその流れを邪魔するようなボルトが強まって最終的にコンデンサーの方も電気流れていかなくなると流れが止まってしまうということが起こるんですねそれが充電完了ですまあ特にしとかなあかんのはまあその最後もうコンデンサーのところはもう流れてないよとでもうそれ以上プラマイたまらなくなってるよ っていうふうな状況を知って,てください。はい、では問題見直します。はい、えー、改めて問一番ですけども、スイッチを閉じた瞬間っていうのを聞いているわけですから、えー、最初、これコンデンサーのところは電気流れます。まあど,ちどっち向きに流れるかはねパ、パッとは言いづらいですけど、まあ、流れます。で、さらに、えー、その最初コンデンサーは0クーロンでまあ、0ボルト。 の状態ですからまああのその流れに対してもう助けもしないしあの邪魔もしないもう何もしませんですのでまあもうただの導線もう自由に電気を通りなさいの状態ですのでまあ丸3 0四のどちらかとなりますあとまああの今回右下の可変抵抗は10オームに設定していると言ってますから、まあ、文章からこれはおかしいですのでまあとまる が正解となってくるわけですね。よい,いでしょうか。はい。で、この回路に置き換えて、聞いてるのがもう一つ、この点球にそれ最初、流れる電流がいくらかというのを聞いています。まあまあ、電流とかボルトのね、出し方、いろいろあるんですけども、まあ今回、この回路を置き換えしたときに、えー ここの10オームと、えー、この下の二0オームが、まあ、ボルト等しい、並列状態になるっていうのがわかるわけですね。まあ、ここはただの動線になってるわけですから。一方、この二0オームと10オームをね、も、え、う、ー、ボルトが等しい、並列関係っていうのが見えてくるので、合成抵抗として、まあ、ここを並列に合成して、 こっちはこっちで合成してっていう計算が可能ですね。まあ仮にこの左の上下2つを合成抵抗、まあ、R かなんかと置くと、えー、計算上こうですかね。まあ並列の合成抵抗で育てが出る。でこっちも同じく10オーム20オームの並列ですのでまあ合成抵抗同じ値になると思います。 でさらに、その2つのまあ直列ですから、全体の合成抵抗、R' とかとおくと、まあ足して3分の40オームと出て。で、それと6ボルトのね、えー、電源繋いでるわけですから、まあ全体のこの大元の電流がいくらなのかっていうのが、それで出るという感じですね。はい、よいしょか。まあ、6ボルトイコール合成抵抗かける i からアイコール出してもらったらいいとでその後とそれのうちまあこの10オームと20オームにその電流が2つに分かれて上の9点に飛んでいく電流を聞いてるんですけどまあ10オームと20オームですからまあこっちが流れやすいこっち流れにくいわけですねまあ電流が逆比で2対1こっちが2倍激しいやつですからまあ全体の電流の三分の二 電流が飛んでいくと思ってもらったらいいかなって思います。よいしょか。まあ、計算結果としてはこうですね。30アンペアが出てくると。まあ、今回のね、表記に近づけて答えるとするならば、これは 3.0×10 のマイナス1乗アンペアが正解となるわけですね。よいしょか。 はい、では問い2番いいきますはい、問2番です。でまあこの右下の抵抗は10オームのまま、えー、さっきよりスイッチ閉じて十分時間経った時に、えー、コンデンサーのところはもう流れなくなってると。もうある程度どっちかの板にプラスどっちかにマイナス溜まって、えー、もう充電終わってると。でこの時図位の点 P を流れる電流 の大きさここですね、A、が何アンペアですかっていうのをまず聞いていて、まあ、最後ここ電流、もうここのコンデンサーにある程度ボルトが生まれて、もう電気の中で邪魔してるっていった時に、最後ここ10オムと20オム上の2つが、一本道であの電流が流れてる状態になってるんですね。ここでもう電流が分かれたり、流れが分かれたりしないと。 なので、まあ、ここ、まあ、I1、I2 とか置く必要なくて、もう同じ電流が一本道流れているとみなして、同じ文字で置くと、まあ、6ボルトで生み出した流れ,か流れが合計ここ30オームですね。で、えー、流れていくわけですので、こういう計算なのかな。6ボルト =30 オーム ×I' で出ると。 で実はこっちの下の抵抗もね、1、えー、本してまあ、電流流れてるけど、20オームと十オーム、でまあ、直列の合成抵抗合計30オームなってるので、これ電流等しく、イダッシュこっち、こっちもイダッシュ、同じ0 2 0ア流れてるんですね。なので、えー、まあ2つ合わせて合計、この P 点流れる電流はと聞いていますけど、まあ、 さらにこれ、並列の合成抵抗してもいいですが、まあ、この2つ電流足して何歩かっていう足し算でえ答えを出したらいいかなと思います。0.40A が正解ですかね。この10番の答えは丸四です。で、一方、11番、もう一個聞いてるのが、この時、このコンデンサに蓄えられた電気量は、 まあプラマイ九九何クーロン電気たまってますかっていうのを聞いていてまあえコンデンサーで習う公式ですねえまあその電気入れるタンクがどんな容器か容量 C 今回それはもう0.10あとまあプラマイ電気たまったらそこにまあ電子のようなボルトも生まれると まあ、溜まってる電気がプラマイン多ければよいほどボルトも強くなってくるっていう法則ですね。で、今回そのうち、まあ、この Q の方を聞いてるわけですけど、じゃあまあ、C と V をね、えー、何ぼやっていうのも考えるべきですね。まあ、C は分かってる。この容器は容量0.10ですよと。あとはこのボルトが言えるか。ここ今、最後、どんな強さのボルトが生まれてるか。 が言えるかでちょっとまあここでまあ,あの現在高参の人とあの今から高3になる人でちょっと電回路の経験値がだいぶ違うとは思うんですけどまあまあここは経験ねつまらなあかんところなんですが部品の数が増えてきた時に回路ぐるっと見渡してボルトの関係見るっていう発想があの もうで各部品のボルトを見ていくと今回電源は6ボルトなんですねピョンとまあ不極側が低いで正極側が高電位ピョンとね電位が高い6ボルトになってるとでまあ電源は低いところから電気吸い上げて電位の高いところにボル電気を吸い上げるなんかポンプ的な役割してるんですかね で、それがぐーっと流れてきて、この交差点で、まあ、二つに分かれて、まあ、抵抗のところは、まあ、高いところから低いところに、まあ、坂道、川が流れ落ちるみたいな感じで、まあ、流れていく方が低い。で、上流の方がぴょんと高い状態なのかな。 で低く流れ落ちた電気がまたここで合流して、また電池のところで高く吸い上げられてっていう、ポンプで吸い上げられてっていう流れをずっと繰り返してると。まあ、そういう電気の見えない、まあ、階段坂道、高い低いがあると。で、まあコンデンサーのボルト切っ,ってるんですけど、まあ外堀埋めていく感じです。えー、例えばこの10オームのところ、まあ今見えない坂道、どんなんできてますかときに 先 I ダッシュは出したわけですから0 2アで1 0ムやからまあここのボルト数は V=RI10×0.2 でまあ2トなんですかねで同様に考えてこっちは4トになってるのかな 20Ω×0.2 で4ト でまあ、あと、まあどの回路をね、ぐるっと一周見渡してもいいんですけど、もう必ず、まあ、いろんな部品の組み合わせ見せられたときに、ぐるっと一周見渡したときの、その、坂道、階段の、まあ、上る分と降りる分、まあ、上昇する分と、えー、下がる分は、一周したら上りよりゼロ。 一周したら元の階段登って降りて元の高さに戻るという法則があってまあ電位差ボルトの式キルヒホフっていう人が発見した法則ですかねそれを使いますそしたら今回えここをぐるっとまあここ2ボルトの坂道こっちはもっと急坂4ボルトぐらいぐわっと坂道上がっててでも一周したら登る分と降りる分差し引きゼロ 上り降りゼロって考えたときに、ここのコンデンサーに、こういう2ボルトぐらいの電位差が階段できてるはずで、2ボルト上がって、2ボルト上がって、4ボルト下って、1周みたいな、が成り立ってるはずと。上が高電位、下が低電位、これ電子と見なしたときに、上がプラス側、下がマイナス側みたいなまあ充電が行われてたと思ってもらうわけですね。 あとは、まあ、こんな感じです。0 1 0ド c が分かってて、で、コンデンサに今、実は他の部品からちょっと外ボリュームていくと、2トが与えられてるっていうのは分かってて、じゃあど、どんなプラマイ溜まってんねんっていうのが、最後 Q、Q イコール CV から出るという感じです。 はい答えは二ですね。特にちょっとあのこれから高3に上がる人に特に電解で練習経験積んでほしいなっていうのはここの部分でまあ i とか q とか v とかを求めなさいときに あの部品の数が増えてくるとねもう i バラバラ Q バラバラ V バラバラになってくるとでそれをまあどう埋めていくかだきにまあ特にボルトに関してまあぐるっと一周見め渡す時のボルトの上がった下がったは1周したら0になるよっていう発想が結構そのボルトを攻めていく時の一番のまあ攻め方あの主な道具となってくるので まあちょっと意識の方を持っといてほしいなと。それの練習をどんだけ積むかが大事です。はい。では次、問い3番いきます。はい。で、問い3番です。で、この問題ですね。あの、あることに気づけば、あの、計算はめちゃめちゃ早く終わります。ただ、そこに気づけるかどうか、 がちょっと問い1番、問い番よりも気づきにくいという意味でちょっと発展的な問題になっているなと思います。設定的にはまあ初めの状態に戻ってるんですかね。コンデンサーを完全に放電、プラマイゼロ空路に戻してて。で、可変抵抗のオーム、さっき1オームやったやつを変えます。なんぼか知りません。で、 再びスイッチを入れる。で聞いてるのはまあ新しく可変抵抗を何オームにしたのかを答えろなんですがそのためのヒントとして与えられているのがスイッチ入れた後と点 P を流れる電流はスイッチ入れた直後の値を 保持したこの一文からそれ右下の可変抵抗を何オームにしているのかを読み取れという問題です。これが何を意味しているかですね点 P, 効果点 P の電流がもうスイッチ入れた直後からずっと同じ電流もう時間経ってもその電流が増えたり減ったりすることは なかったそれが何を意味するかという感じです。よいしょか。でポイントになってくるのはこのコンデンサーです、やはり。さっきの問1番、問2番はね、最初ここ、電流流れてて、最終的な電流止まっててっていう充電完了してたんですかね。 そしたらここのまあ流れ方が始めと終わりで変わるので周りの抵抗とか電池の電流も初めの流れ方と最後の流れ方は違ってたんですね。コンデンサーの充電とか放電がある時っていうのはもう最初と最後であの周りの電流流れ方がちょっと状況変わるんですね。 ただ今回、スイッチを閉じても、もうスタートから終わりまでずっとこの流れ方、同じ流れ方が続いた。これが何を意味しているかと言われたら、これはコンデンサーは充電されなかった。もう最初のスイッチを閉じてから、もう始めから終わりまでずっとここには一切電気が流れなかった。 っていうのを意味していると取るべきですで実はこのようなですねあの上に2つの抵抗、えー、下にも2つの抵抗そして真ん中にももっと、えー、つながってっていうこの回路の組み合わせあの結構有名な回路で教科書にも載ってる回路なんですね、えー、これブリッジ回路、えー、別名ホイ トトストンブリッジと呼ばれていますでまあここの抵抗のね組み合わせによってここどう電気真ん中流れるかは変わるんですけどもねどれが流れやすくて流れにくいかでまあ下向き流れたり上向き流れたりするんですけどまあ周りの抵抗があるちょうどいい組み合わせの時に。 真ん中全く電気が常に流れなくなるようっていう状態に持っていけるとその時そのブリッジ回路はあの平行状態にあるというふうにえまあ名付けていますまあ今回実はこれねコンデンサー含んでますけどまあブリッジ回路としてまあ真ん中常に流れないためにはどういうこれ組み合わせたいかっていうのをこれ実は問うてた問題 に問い3番になるんですねはいでまあ計算自体はすごいあっさりで、えー、まあ結論としていくと上の2つが今回10オームと2オームでオームが1対2でその時下の2つも1対2に比が揃っていれば真ん中は流れないっていうのがまあ平行条件。 と呼ばれています。はい、まあ、教科書載ってる。形でいくと、こういう感じになります。まあ、上の二つが十と二十で、まあ、二分の一。二対一あれ時に、下も。え二、ー、対一。二分の一なってればいいよ。っていう感じです。まあ、ただ、これも暗算で。いけますかね。一対二、一対二やったらいけるようですから、まあ、四十オームやったら。いいんかなっていうのが正解。 ここのマス目に埋める形でいくと 4.0×10 の1乗っていうのが正解になってきますかね。よしょか。はいはい。まああの計算自体はあさりですがまあ気づけるかどうかですね。この書かれている状況がえどのような今状態を指しているのか。 を読み取れるかどうかの勝負だったと思いますはいであのー、補足として、まあ、さっきのですねブリッジ回路のあのー、平行条件真ん中全く電流流れないための条件は先ほどのようにですねあの結論のもう日の式をですねパッと言ってもらって結構なんですけどまあちょっと理解深めるためのどうすも軽く説明しておくと まあ真ん中全く流れてない状態においてまあ上の2つの抵抗がずっと1本見して等しい電流が流れるんですねまあ仮に IA とか I0 とかまあ好きに置きますで同じように下の2つも1本見してまあ真ん中で全く電気が流れが分かれたりしないのでえまあ電流等しいと言えるとでさらにまあここ電気流れてない時に まあ、0ボルト。ボルトも0と言えるので、まあ、ここがコンデンサーだろうが、抵抗だろうが、まあ、全く電気が流れてないとき、ここも坂道ない、高い低い0と思っていいので、まあ、この上下が同じボルトの並列。で、こっちもですね、ぐるっと見渡して、まあ、この2つの部品が同じ坂道、同じボルトの並列とみなしていいと。まあ、仮にこっち V、こっち V ダッシュとしましょうかね。 まあ真ん中、まあ流れてない時に、そういう綺麗な直列、並列が生まれると。で、式で表した時に、まあこの上下が同じボルトですよ。で、その V がそれぞれで抵抗やったら RI とかける。で、こっちも同じボルトですよ。上下的時に、そのボルトがそれぞれ RI でかけて。あとはこうね、割り算してあげたら、こっち IA 消えて。 こっち IB 消えて、まあ、4つの抵抗が、どんな組み合わせやったら、えー、真ん中ずっと流れないかっていう、その日の式になるという感じです。ですかね。まあ、結構綺麗な結論になるわけですね。はい。まあ、基本的な教科書にすべて載ってる内容をちゃんと熟知しているかっていうので、えー、問われてくるという感じの3問でした。はい。では、コンデンサー。 抵抗の解説はこれで終わって次の回路いきたいと思います。はいでは続きまして、えー、第2問 B、えー、胴体棒の回路の解説をやっていきたいと思います。で、こちらの方もですね、あのー、これから交差になる人であの胴体棒全くやったことないっていう人は、あのー、ちょっともう知らん知識が音パレになっちゃうと思うので、 えー、もう飛ばしてもらった方がいいと思います。あのー、大門3とか大門4の解説の方、えー、見ていってもらえたらなと思います。まあ、う体棒をね、えー、ちょっと触れたことがあると、慣ったことがあるっていう人は、ぜひどんどん、えー、見ていってください。で、まあ、現高んで、えー、今から急通のですね、残り1ヶ月勉強していく人は、もうぜひ見てください。あのー、今回、 結構2つの胴体棒っていうむしろ共通の試験の方でよく見かけるようなものが出題されましたのでえいい見直し今後の学習のためにもいい見直しになると思うのでぜひ見ていってくださいはい始めますはいこんな問題でしたえまあ摩擦ない滑らかな金属レールが間隔 D メートルで 水平に設置されてて、上向きに一様な磁場、オーラの濃さですね、磁束密度が B の一様な磁場が発生してて、そこにレールと垂直に2つの胴体棒を置いて、こっちは初速0なんですかね。で、こっちはなんか、トンカシでカーンかたらかなんかして、右向きの初速 V0 を与えて出発させると。 はいで今回最初まず聞いてるのが、胴体棒、右の胴体棒 A が動き出した直後、このまさにこの絵の出発の時ですね、この時にこの棒 A に流れる誘導電流はあどっちの矢印の向きですか、そしてその電流の大きさを答えなさいと言っています。はいままあまあこの 動く胴体棒の、ね、中には、えー、誘導起電力、まあ、見えないプラスマイナスの電池が生まれるのでまあその電池の向きを調べることによって電流の向きも言えるで。その向きの、ね、調べる法則実は何個かあるんですね、えー。レンツの法則というもので調べるかあとまあフレーミング 左手っってていうのを使ってもいけるまあ他にもいろんなマニュアルなやり方あるんですけど一応そのメジャー2つを紹介したいと思いますはいでまず、えー、1つ目のやり方レンズの法則の方でいくと今回ですね、えーまあ、回路を取り抜けてる磁場が上向きですで回路が今回胴体棒 A が動いていくのであの左右に動いていくので回路が広がっていくので 通り抜ける磁場が増えると。そうしたら、それが増えてきたときに、増えていくのを邪魔する向き。だから、ちょっと待てやって、減らす向きに右手ねじそういうねじるような、右手ねじるような誘導起電力、誘導電流がそこの回路に生まれる。っていうのが正解になってきます。なので、今回で言うならば、まあ、 こうですかねこういう電流を生み出すような起電力が生まれるっていうのが正解になって、まあ答え P が正解になってくると。ただこれ、あのもう一つ、まあこのレンズ以外のね、他のやり方もあって、はい、まあもう一つのやり方ですね、フレーミング、左手を使ったやり方も説明しておきます。 基本フレミング左手っていうのはね、えー、まあ中指、久し指、親指をピンと立てて、まあ、中指を、ね、電流の向きに合わせて、久し指を磁場の向きに合わせて、まあ、それだと垂直に親指方向にグイッと引っ張られるよみたいな、まあ、電流がどっち向きに引っ張られるかみたいなを調べるときに使うんですけど、あの他の <laughs> 使い方もあって、 あの例えば今回このね、えー、棒の中ですね棒絵が右に動いてる時にこの中の電気もですね棒と一緒に横に動いていくとでそれに中指を合わせてでまあ磁場がね今回上向き、まあ、上から眺めたら手前向きに発生しているからそれに人差し指を合わせてもらってそうしたら親指がこっち向くんですねでその中の電荷がこういう親指方向に 引っ張る力を受けるからこっちにプラスが寄ってくる逆にまあこっちの方プラスが減ってマイナスなってきてなんかここにコンデンサーみたいなプラマイがテルができるんですねでまあプラス側がやっぱ電池コンデンサーと一緒でプラス側が高いマイナス側が低いっていうボルトもここに生まれる発生すると で結果そのこの左手の親指方向がえ正極になるような電池ができるんですよという発想になってまあこの電池がやっぱり負極から吸い込んで正極が吐き出すっていう流れを作るまあ答えやっぱ P なんですね <laughs> まあどうしてもいいですあのー、まあ理想といえばレンツでもこのフレミングを引かれてもどっちでも電池の向き電流の向き出せるようになってると 一番安心かなと思います <laughs>。はい。で、あと、まあ、電池のね、ボルト数なんですけど、まあ、これは公式があって、まあ、これから降参上がる人はね、また同数を降参上がったときにきっちり、えー、学んでほしいなと思いますが、まあ、今日は結論でいくとしたら、まあ、速さ V と、まあ、普段やったら長さ L、ボール長さ L で、磁場 B で、えー ベーコン、レタス、バーガーボルトみたいな電池考えるんですけど今回はまあ長さ D の代わりに L メートルの代わりに D メートルを使うのでこういう電池なんかなができます <laughs> あとはまあ電流もこうね最初どんな電流流れるかも聞いてますけどまあこの今回棒のところに え抵抗があるるっって言って言のかなこのレール上は抵抗ないって書いててで棒に発生している抵抗がえ単位長さあたりスモラールームと書いてるのでそれを使ってこの電流を求めるとはいえまあ最初スタートの時にまあこっちの棒は最初速すずるですから えー、電池もないです。0トで、右向きの指則持ったこっちの棒がボ電池あって、さっき調べた v 0 d b ボルトで、まあ、抵抗がそれぞれ左右ですね。えー、長さ D メートルに、まあ、RD オームの抵抗があって、それが2つ。そしたら、まあ、あぐるっとどんな電流流れんねんとにこ、ここの電池が、まあ、 V0DB ボルトを吸い上げた電気が抵抗のところでえまあ V イコールオームかけるアンペアここで RDI ボルト下り落ちて流れ落ちてでこっちの方でも高い方が低い方へ RDI0 ボルト流れ落ちてでぐるっと一周したらまあ上る分と下りる分は差し引き0 っていう、まあ、ボルトの式を考えると。上がって、下って、下って、一周したら0。そこから、え電流がいくらかっていうのが出るという感じです。答えは、○二ですね。が正解と。よいしょか。はいはい、いいですかね。えまあ、最初の問題は、棒に、どんな、 向きと大きさの電池ができているかがポイントになってきたと思いますはい、で次行きますはい、次の問い5番です、えー、胴体棒 A が動き出すと、えー、もう一つの左の胴体棒 B も動き始めたこの時、胴体棒 A と B が磁場から受ける力、えー、正確にはまあ、胴体棒 A、B の この電流ですね、流れてる電流が磁場から受ける力に関する文として最も適当なものを一つ選べと。まあ、電磁力の向きと大きさについて、どれが正しい文章かを答えろという問題です。えまあ、電磁力の向きはえこれで決まると。フレーミングが開れて。で、まあ、例えばこっちの胴体棒 A、電流が 下向きに流れててで磁場がこれ回路上から見た図ですけど磁場がこうま回路下から上向きだから上から見た手前向きの磁場が発生してるんですかねそしたらそれにしみ合わせて親指方向に力もらうようでこれ書き出していくとこの右に出発した胴体棒 A に対して まあ加速邪魔する向きですね。A、に親指があまあ発生して力が生まれる、電磁力が生まれるとで。ちなみにその強さはいくらかと言われたら、これはまあ公式で言うと、ビールニュートンというのがあるんですけど、今回、棒の長さ L の代わりに D メートルと与えられているので、それを使って答えるという感じです。 で一方ですね、えー、もう片方の棒がもらう力もちゃんとね、この左手側で力の向き調べで、あとまあ公式使って間強さった時に、こっちは上向きの電流。で、えー、磁場側、まあ磁場は手前向きな一緒ですね。で、それに中指、久しぶり合わせてもらって、親指が、まあ、これ右向きで働くんですかね。 まあちゃんと左手使ったらこう出てきます。でその強さはああいうに強さは一緒です。えまあこれ左右同じ電流が流れてるわけですからまあ i0 と僕は置きましたけどでまあ b も一緒で長さも一緒ですから力一緒です。bi0d が働くという感じです。すなわち答えでいくと力の大きさ絶対値は等しく 向きが反対向きとなってるわけですから丸3が正解というわけですねで。まあ、でまあこれで正解でいいんですけどただちょっとこれあのちょっと1個ねあのー、ツッコミというかほん、ま、細かいことを言わせてもらっていいですかね。あのもしかしたらこれね作用反作用の法則的にいやそら逆向きだろうみたいな感じで選んじゃっ とといるかと思うんでですけどでまあ、今回マークに関して言うとねそれま丸、あ、三になって正解になっちゃうんですけどこれを作用・反作用の法則と言ってしまうのはよろしくないと思います、まあ、今回のこのマークの、ね、問題とはちょっとずれる話なんですけどちょっとそこねあのー、補正しときたいなぁと思いますあのー、今回まあ絵には登場してませんけど まあ磁場をですね、発生させている磁石か何かが、まあそのレールなり胴体部の近くにあるわけですね。で、この磁場が、まあ、電流に対して力を与えていると。なのでこの、このこの BI0D という力はですね、2つの棒がお互い与え合っている力ではなくて、あくまでこの 磁場を飛ばしている磁石なりが棒に与えてる力なわけです一方まあこのね棒を流れてる電流は電流で周りに何か渦巻くような竜巻のような磁場を作ってでこの磁石に対してオーラ飛ばし返して力与え返していきますでそれがまあ磁石が与えてる力と棒が与え返してる力が必ず同じ 大ききさで逆向きになるこれが作用反作用用反ですこっちもお体変する力があるでしょうね。ですかね。まあ単にたまたま力がね同じ大きさ逆向きになってるけどこの2つはお互いが与え合ってる力ではないから正確には作用反作用とは言わないわけですね。まああの共通テス相なってですねあのより 計算問題の量は減ってどっちかと,いうと法則をねえ正しく問うような問題の割合が増えつつありますのでまあそういうところのちゃんとした法則の意味はあの理解していくこと大事かなとね計算練習以上に大事かなと思いますはいでは最後問い6番やっていきたいと思いますはい最後の問題です問い6え 初速 v 0で一方胴体棒右の方は初速0からスタートしてその後を聞いてるんですかね、えー、横軸がタイムの t 秒時間で a と b の速度がまあ出発した後まあ初速が v0 と0っていうのは揃ってますけどその後どういう変化をしてるのかとまあよそとも最後はもう 早なったり遅なったり終わっててもう A も B も最後は等速運動に変わってるんですかねもう加速減速なくなっているというのは共通してるんですけどまあ最後はそれがどんな速度で落ち着いてるかを言えというものですねでまあ動体棒の回路っていうものでよく聞かれるものそしてその解き方の確認をするとまあスタートから 終わりにかけて、あの棒の速度は途中で、まあ、増えたりで変わります、まあどう。どう変わっていくのかよう聞かれます。あと、回路の電流もですね、えー、スタートから途中で増えたり減ったり変わっていくと。あと、加速ですね。これもずっと同じ加速が延々続くんじゃなくて、もう加速の仕方も途中で変わってしまうと。 でこの3つがね、よく途中、始めから終わりで、どう増えたり減ったりするかをね、えー、調べろという問われ方が多くて。で、こいつらの未来をね、予想するときに、えー、よく用いられるのが、まず、まあ、回路ぐるっと見渡したときの、まあ、ボルトの上ったり下りたりは、一周したら上りよりゼロ。さっきのコンデンサーとか抵抗でも使った、いわゆるキルヒホフの法則。 いいうのは使いますあとまあ棒のね運動についてもね聞いてくるのでまあその加速とかどう速なる遅なるっていうのをまあ一番力学の根本ですね運動の方程式も使って基本こいつらをねえーベースにまあ未来を予想するこうなるって予想するんですけど今回ねちょっとあのこの胴体も2つ2つ動いてるっていうのがねちょっと 応用でこの式も使うけどこの式だけじゃ今回無理やったんですねだからだいぶ難問やったかなって思いますまあ直感的に解けた子もいるかもしれんけどきっちり解けた子はだいぶ少ないんじゃないかなと思いますのでただまあ二次でも見かけるえタイプの問題ですから2次試験とかまあ9通の試験ですねえしっかりここで身につけておいてほしいなと思います はい。でまあまず、まずこ、ここちらからね、書くことを考えます。えー、まあ、最後ね、どんな電流か、最初とは違う電流のはず。まあ、なんでもいいよ。あア,アイダッシュとか、まあファ、ファイナルアイとか、まあ、なんか置く。で、まあ、棒のね、最初の、まあ、最後の速度も、最初とは違うので、これも、まあ、ちょっと、パッと暗算なんてないから、一旦なんか文字を置く。まあ、今回、スモール V、ラージ V、ファイナルとしようかな。 で、最後、どんな値かなーっ時に、えまあキリホフから行きましょうかね。まあ抵抗は先と同じ抵抗2つ、えー、RD オームが2つ。で、右に電池があって。で、ちょっと違うのがね、あの、最後はこっちの棒も動いてるので、で、右向きに、まあ動いてて、こいつも下が正極の電池ができるんかな。フレミング、左手で電池の向き決まる。 まあ、もともとあるこの電池とは別に、あとから生まれるこの電池が、あの、ちょっとこの右の電池を邪魔してくるんかな。そんなボルトを生み出すので、ちょっと流れ悪なる感じですね。未来において。はいはい。ぐるっと一周して、切り方の式作ってみると、はい、こんな感じなりますかね。えまあ、こっちの電池の VFDB ボルト引く、 まあ、RD オームが2つかな。2RD×IF ボルト、高さ、流れ落ちて。で、こっちが正極、負極、逆向きですから、まあ、正極は負極に、ここ、高さ、また下がって、階段を降りて。で、1周したら、上りより0と。まあ、2つの電池の差し引きのボルトが抵抗に与えられているという書き方でもいいと思います。まあ、これがまず、最後の速度と電流。 調べるためのヒントただ分かってない数字多すぎるのでちょっとこの式だけじゃ無理でえあとまあ力の方も見ていってこっちの棒には遅なれやでこっちの棒には早なれやっていう電磁力がそれぞれ強さは等しいんかな BF BIFD 働くでまあ片一方その力で減速して片一方加速する今回摩擦はない滑らかいてるのでもうこの力だけで加速減速していくなんですけどまあまああの聞いてのは最後の方なのでえまあもう加速減速終わってるっていう前提ですからここは共に もうゼロもう3加速したりマイナス4減速したりもう終わってると速度の増えた減ったは最後終わって遠速なってるよと言ってるからここも0です <laughs> そしたら最後それどんな i と v やねんっていうねこの i と v だけ計算数としてまず、まあ、加速終わった時にこの力はなくなってるはずやからこの運動値から電流が0は出てくる でそれをこの上のキリフォフに代入 i0 代入したらまあ2つの棒の電池がボルト数等しく射ゼ0はいまあこのここに i0 代入してこの式から最後ファイナル v2 つの棒は速度が等しくなっているっていうのは導き出せますだからまあ丸三丸四のどっちかです まあ同じ速度でまあ同じ向き同じ絶対値で動いてるただそれが2分の V0 なのかルート2分の V0 なのかの具体的な値まではまだ出せない出してないもうこの式この作った式ではここが限界ですここまでが限界でそれ以上が出せないでどう,どうしようという感じです これはちょっとっやと思います。この胴体も2つあるときにちょっとこの厄介なところが出てきてここでちょっとこれ電磁器としての解放としてはもうこれ以上ちょっと何したらいいねんっていう感じなんですけどここであの力学の知識あの力学の理解が深いとですねここで1つあって気づくことができるんですね あの2つの物体が動いてて今回動いてるのが1個じゃなく2つあってただどんな力で速なった遅なったり途中して高い時にプラマイ逆向きの力で同じ絶対値の力がそれぞれ与えられて硬いポーズになって硬ポーズ速なって,いなっているこういう運動の時だけこういうこういう力で 速度変わる時だけ使っていい特別な法則があったんですねそこにあって気づいた人はこれ具体的な値まできちっと出せるという感じさあ何やったか浮かぶでしょうかはい答えいきますねはい2つの物体がですねえ動いててもうこの電磁器だけじゃなくてまあボールの衝突とかでもいいです 2つの物体が動いていてでそいつらが何かの力で速度変わったただ逆向き同じ強さの力が働いて速度変わってまあその2部隊をまとめて一つのチーム一つのグループとして囲った時にそのグループ内部の力 プラマイ、逆向きの力だけで片一歩早なって片一歩遅なってしてる運動そういう内部グループの中の力だけで速度変わってる運動をまあ内力グループの運動と名付けてますで、そういう時だけそういう運動の時だけ使っていい法則があって関数、運動方程式を 変形してまあこんな力で加速減速してるよーというその式を変形してまあ途中その物体がもらった力と秒の積力積の合計分だけ、えー、それで過去と未来で MV 運動量っていう数字が変わるっていう法,法則があるんですねでまあ同じ大きさの力をプラマイ逆向きにもらうので片一方はその マイナスの力席分運動量減りもう片方は同じ絶対値でプラスの力積で運動量が増えてるっていうのが言えるので二つこの2つの式グループ合体させるとはいまあチーム全体を足したときにここプラマイゼロになってチーム全体としての,その運動量の合計全体としての動く勢いは過去と未来で 変わってないという式がでできるんですかねはいまあまあ2物体動いてるときた時にあ,のあもしかし使うかもっていうところにあの気付けてでさらにあ力がプラマイ逆向き同じ大きさやわっていうのに気付いた時点であありやわって気付けたらこれ力学の知識として抜群やなと思います。 はい、であとはさっきね、えー、まあこれ速度最後等しくなってるよというのも、えー、分かっててで今回質量も等しいんかな MM 言ってますから、えー、それを式当てはめて計算したらこんな感じですかね二、え、分、ー、の 1V0 という答えが出てきてこっちが正解となってくるわけですねはいよろしいでしょうか まあこれでえ第2ニーですね、電磁器、問1から問位のえ解説すべて終わりです。かなりまあちょっと公式の確認とかきっちりしたところまで今回は確認しました。この大ーに関して言うと、まあなんか別に共通テストならではの新傾向という感じではないです。どっちかというと、今までの従来のセンター試験であったり、もしくは共通試験。 でよく出されるタイプの問題の、まあ、両門かなと思います、あのー、単に公式の計算練習だけではなくて、まあ、コンデンサーとか胴体部の関,関するあす、の、る、ー、理解ですね教科書に載ってる内容の理解をどこ,どこまで深く理解熟知できているかっていうのが問われている非常に両門だなと思いますので、まあ、この一問でいろいろ学べることが あると思いますまあ1文字ですね。えー、問い6までで。まあぜひまたしっかりと見直しをしといてほしいなと思います。はい、えー、では大ニーの方はこれで終わりたいと思います。